雪の森女子学園、創立100年の由緒ある通う生徒もお金持ちのお嬢様や、大会とかコンクールで賞を取るような一流の人ばかり。他の学校の子から憧れの視線を集める。それがここ月の森。この学校に入れば私もきっと。失礼しました。はあ、ここならと思ったけど合唱部もダメだ。コンクールで何度も優勝してる部って聞いてたけど、有名な先生のレッスンを受けてるすごい人ばかり。誰でも歓迎って部員募集のポスターに書いてあっても、そんな人たちの中に気軽に入れるわけないよ。あ、倉田さん、ごきげんよう。ごきげんよう。ちょっと倉田さん、私の名前思い出そうとしてない？もう双葉だよ。学級委員長の双葉つくし。入学式から一月経つんだから、クラスメイトの名前くらい覚えて。ごめんなさい。まあ倉田さん外部生だし、学校に慣れるので大変なのはわかるけど。ところでこんなところで何してたの？ここって合唱部の練習場所だよね。部活の見学してみようと思ったんだけど。へえ、部活見学か。それで合唱部に入るの？ううん、やめとく。私には合わない気がするから。おお、そうなんだ。あ、他の部の見学に行くなら案内してあげる。倉田さんまだ学校の施設に慣れてないでしょ。遠慮しないで、これも学級委員長の。あの、そろそろ行くね。え、あ、待ってよ倉田さん。他の部もいろいろ見学してみたんだけどな。でもどこの部も普通の学校とは次元が違う人ばかりで、私なんかが気軽に入れる感じじゃないし、憧れの学校に入れたら平凡な私でも特別なものが見つかる。そう思ってたんだけど、何の取り柄もない普通の人が来るような場所じゃなかったのかな。蝶々、花壇の上をふらふら飛んでる。どの花に止まるか迷ってるのかな。それともここは自分のいる場所じゃないと思ってるのかな。あなたも私と同じだね。倉田さん？ふたばさん？話してる途中でどっかに行っちゃったから追いかけてきたけど、おっと蝶々に話しかけて。委員長として心配だよ倉田さん。今のはその、ははーん、さては何か悩んでるでしょ。そういうことなら私が相談に乗ってあげる。え、こういう時こそ院長の出番。どんな悩みだって解決してあげる。そっか、憧れの学校に入学すれば自分を変えられると思って受験を頑張ったけど、思ってたよりずっとすごい生徒ばかりで、やっていけるか自信がなくなっちゃったんだ。クラスの子、コンクールで何の賞を取ったとかそんな話ばっかりしてるし、それにお金持ちばかりで会話のスケールが全然違うし、ついていけないよ。大丈夫だよ、もっと自信を持って。この学校に入れたんだもん。倉田さんも特別な人だよ。自信を持つなんて無理だよ。もう、月の森生ならそんなこと言っちゃダメ。しょうがないな。明日時間ある？あるけど。じゃあ元気が出るところに連れてってあげる。明日ね、ガールズバンドのライブイベントがあるんだ。ガールズバンド？うん、楽しいライブを見れば元気が出ると思う。こういう時は楽しいことして気分転換するのが一番だよ。いいよ、そういうバンドテレビで見たことあるけど別に
それにライブハウスってちょっと怖いし。もういいから行くの。私を信じて。ライブはテレビで見るよりずっとずっと楽しいから。